してるんで。で、上の部分ですね。はいはい。とね、磁石の、まあ、周りに巻いて、若干ずらして貼り付けるって感じですね。うんうん、まあちょっと、まあ、コイルが電磁石になるから、それがスイッチ。ただ、磁石が近づかなくなってリードスイッチがオフになるとコイルの方が一番下貼り付けて貼り付ける。実際にバランスがいいかを普通のところで回して、はい。今 LED が、うん、まあ、点灯、まあ、点滅かなしていて、うん、この紙カップの上のコマが回っていると、うん、回ってるけど勢いが止まらないね。なんか普通はこれくらいだったらもう倒れてもおかしくないんですけど、うん、ちゃんとあのまっすぐ立ったまま倒れないっていう、うんうん、はい、何か仕組みがありそうだね。しかもなんか LED がチカチカ光ってるしってことは、まあ、何か、うん、そうですね、電気を使った仕掛けがあるんだろうなということで、うん、あとなんか音もなんか微妙な音が聞こえるもんね。今ジリジリジリってちょっとよく聞くと聞こえるんですけど、ね、じゃあ一旦そのコマを止めてもらって、そのカップの中身を、はい、あ、じゃあネタバラシをしてもらいたいんですけど、今これ2つ部品が、うん、見えると思います。で、こっちね、乾電池つながってるってことは電気流すわけだけど、上の部分ですね、これ、うん、これが鉄釘に巻き、あのエナメル線を巻きつけて作ったコイル、うん、コイルね、はい、電磁石だね、電磁石があると、うん、青い部品、これが、あ、緑色のね、はい、がリードスイッチって名前でして、うん、テープでついてるけど、あ、はいはい、うん、これがこうフィラメントみたいになってるわけですね。あ、そうですそうです、うん、まあ、金属板がねオンオフに関係していると、はいはい、はい、OK っていう仕組みがあります、うん、で、これだけじゃなくてこの回っていたコマの方にも、うん、仕組みがありまして、これ裏面ですね、ちっちゃいネオジム磁石が2つついてるのが分かると思います、うん、でこのリードスイッチのオンオフと電磁石とネオジム磁石の、まあ、反応によって回り続けるっていう、うん、装置になってました、うん、はい、でしかも LED が光ったり、あ、ちょっとカメラじゃ見にくいかもしれないですけどね、うん、点灯してるっていうね、オンオフが切り替わってるっていうリードスイッチのね、うん、性質を利用して、コマを加速させ続けるというものでしたね、うんうん、はい、でこれを今から作り方をね説明していこうと思います、うん、はい、はい、で土台の方なんですけど、コイルの方なんですけど、これまず巻き数が、200回ですね、200回巻いてありますエナメル線をね。で巻く方向は、こっちをね、うん、釘の先端部分からこう見て半時計回りに巻いてあります、はい、このモデルについてはそういうふうにしたいよってことね、はい、で、うん、このコイルを、あ、これ電磁石をね、こうやってセットした時に、うん、こっち側がプラスでこっち側がマイナスになるような、うん、回路の接続をしてあります、うん、はい、です。貼り付ける場所は、貼り付ける場所は今カップの中心がちょうど今あのプラスマイナス書いてある記号のね、うん、うん、間くらいなんですけど、それ若干上ですね、ほぼ真ん中でいいんですけど、うん、に、貼り付けるって感じです。なるほど、じゃあちょっと中心点からずらす感じ、ね、はい、若干ずらして配置します、うん、なるほど、はい、じゃあ電磁石についてはそういうことで以上ですね、はい、で今直列につながってるもう一個の部品ですね、これ、うん、これがリードスイッチっていうものですね。でこれが磁石が近づくと、まあ、オンになって磁石が離れるとオフになるっていう、まあ、オンオフを制御するスイッチになってます、うん、でこれを、コイルとね平行になるように取り付けると、うん、で間隔は、まあ、さっきのコイルと同じように中心より若干下側に貼り付けるって感じですね、うん、まあ、ちょっと、まあ、コイルが電磁石になるからそれがスイッチのオンオフに関係する、あ、そうですね、電磁石のオンオフに関与する、はい、それじゃあ2つの部品を一旦戻したと、はい、うん、それから先っちょについてたのがこれが LED ね、をつけてあります、うん、で今このコイルとリードスイッチはね直列の回路で、まあ、こうつながってるんですけど、電池がこうやってね、うん、で LED はこれに対して並列につないでありました、うん、で今回はこのコイル側ですねにこうやってね、コイルと並列になるように接続してあったりするので、ね、はい、じゃあさっきの3つの、はい、あの部品について
回路図で説明してもらおうかな。はい、で、今これは回路図になるんですけど、まあ、この赤い矢印が通常のね電流の流れになります。この電池からこう出て電流が流れると。ただ磁石が近づかなくなってリードスイッチがオフになるとコイルの方が通常のその 1.5V だよね。 1.5V は普通光らないわけだよね。あ、そうそう、この LED は光らないんですけど、まあ、それが光るくらい大きな電流が逆電流で流れるっていうことを利用しているっていう、はい、はい、じゃあ回路図は分かりました、カップを中心にした装置はこれで大体いいと、まあ、終了ですね、うん、はい。もう一つコマの方がちょっとねしっかり作らないとねうまく作動しないので、このねコマの作り方について詳しく説明していこうと思います。はい、で使うものはまずねペットボトルキャップですね、うん、でこの爪楊枝を軸にして回転させるので、まず穴を開けます。でなるべく、バランスのいいようにこのキャップの中心ですね、穴を開けます、うん、はい、まあ、回転体だから正確に本当はねバランスよくやった方がいいってことだよね、はい、うん、でまああんま小さすぎると、うん、爪楊枝がね刺さらないので小さい場合はちょっと広げましょう。逆に広すぎるとね軸が回転するとブレちゃうので、うん、まあ、ちょっとずつ調整した方がいいと思います。キャップをどこの位置まで下げるかっていうので、うん、爪楊枝ってこの一番下ともう一つ2つ溝あるんですけど、うん、その若干上の部分ですね、若干上、はい、今この赤い印つけてあるとこ、うん、ここまでキャップを下げます。はい、はい、うん、このぐらいの高さまで下げると、うん、でまあこれで一応ね、まあ、しっかり回ればね一応 OK かなと思います、うん、はい、でこれでまず第一段階は OK です、うん、はい、ずれちゃうので、うん、グルーガンを使って軸をしっかり固定します、はい、固定するときもねちょっとまっすぐになるようにちょっと調整しながらこの軸の周りを囲むようにこうグルーガンでつけると、はい、こんな感じですね。たっぷりつけてる。一応ね取れないように、うん、で熱い状態だとすぐ取れちゃったりするんでこれで少しね放冷します。はい、この間にじゃあ軸がねしっかり固定されたので次は磁石を取り付けていきます。でまず一つは普通にねこのキャップのちょうど中心くらいですね、うん、半径の中心くらいにグルーガンをちょっと出して、うん、磁石をこれまず一つは普通につけて大丈夫です。でもう一つなんですけど、うん、今ねこっちが反発するんでこっち今上が S 極なんですね。でもう一つ磁石をこの対角方向につけるんですけど反発する向きこっちが S だったらもう片方のこっちの上に向く部分は N になるように取り付けてください。同じ極が向いちゃうとダメなんで、だからこういう磁石でちょっとチェックして取り付けると。ブルーガン出して N 極を上にして貼り付けると。はい、一応ね間違ってないかチェック、反発する、うん、くっつくっていう、これで磁石を取り付けるのも完了です。はい、うん、で最後にコマの安定性を高めるためにキャップの内側の方にですね小麦粘土を詰めていきます。外側がねちょっと重くなるようにこうやって外側に、ね、貼り付けるように小麦粘土を詰めていくといいと思います。でこうやってあらかたね小麦粘土を敷き詰め終わったら実際にバランスがいいかを試してみてください。こうやってね普通のところで回してちょっとバランスが悪いなって思ったらちょっと小麦粘土を多めにしてバランスを取るようにしてコマを作ってください、はい、これでコマはほぼ完成です。はい、じゃ最後にこの作ったねコマを実際に回してみようと思います、うん、はい、じゃ電池を入れて、はい、うん、スイッチ入ったかな、加速してる感じする、あ、します。結構グーンってきてるね。これでもずっと LED も点灯してるんで、うん、結構指近づけると風感じるくらいには高速回転してますね。 LED も常時点灯くらい結構ついてて、うん、これでまあ倒れないんですね加速してるんで。結構光ってるな LED も。
でちゃんと一点のところで止まって回ってると。長時間の使用はちょっとねあまりおすすめはしないんですけど、こうやって永久に回るコマができましたと。